よぶき14章1節女から生まれた人間は日が短く心がかき乱されることでいっぱいですこれ以上本当のことは他にはありません困難はに人類の共通分母です私たちすべてに困難がありますエリファズが言ったようにヨぶ木5章7節人は生まれると苦しみに遭う火花が上に飛ぶように困難は人類の種族みんなが知っている共通の言語なのです2節花のように先出ては切り取られ影のように飛び去ってとどまりません 世は死は避けることができず、私たちはこの世から去っていかなければならないと言っています。人生は影のようです。日が落ちると影には何が起こるでしょうか。影は消え去ってしまうのです。3節あなたはこのようなものにさえあなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。切り取られる花、または飛び去る影、それが私の人生です。それでも神様は私をご覧になり、私を取り扱われるのです。 4節誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。そして彼は続けて偉大な真理を語ります。私たちは全て罪人として生まれたのです。ダビデは言いました。詩幣51編5節ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見守りました。罪深い父と罪深い母とを持ちながら私たちのうちの誰が罪のない非造物となることができたでしょう。清いものを汚れたものから出すことはできません。それは普遍の法則です。 5節。もし彼の日数が限られその月の数もあなたが決めておられ超えることのできない限界をあなたが定めておられるのならヨブは人類の一人として自分は随分しっかりと囲まれてしまっていると感じていると言っています。ダビデはここう書きました。詩編23編4節。たとえ死の影の影他人を歩くことがあっても。 彼は自分の臨重のとこのことを話しているのでしょうか違います。私たちが人生を始める、生まれたまさにその瞬間から私たちは死の影が私たちの上にある、峡谷の上中を通って歩いていきます。そして私たちはその峡谷がだんだんに狭くなり、最終的に死に至るまで歩いていくのです。私たちはいつでも死の影の谷を歩いています。誰かが次のように言いました。私たちに命が与えられた瞬間から命は取り去られ始める。 7から10節。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で多い。その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし人間は死ぬと倒れた霧だ。人は生き耐えるとどこにいるか。 一人の人が地上で素晴らしい成功をし、有名人になり、そしてその後彼はいなくなります。彼はどこにいるのでしょうその人のためにいくつかの記念碑が建てられているかもしれません。もしかしたら一つか二つの通りに彼の名前が付けられているかもしれません。だから何だと言うのでしょう結局それが何になるのでしょうここに読むの信仰のブレイクスルーがあります。14から15節。人が死ぬと生き返るでしょうか私の悔や、 木の日の限り私の代わりの者が車で待ちましょうあなたが呼んでくだされば私は答えますあなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょうこれはいつでも人間にとって大きな疑問でした人が死ぬと生き返るでしょうか死の中にいてさえも神様が自分を呼ばれ自分がその召しに応えることを呼ぶは知っています神様は私たちが死んだ時に私たちのとの関係を終わりにされるのではないということです死がすべての終わりではありません 呼ぶ記19章25から27節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の,の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。死に関する万歌であるこの章の全体を読まれるようにお勧めします。 この人たちは自分の知性をお互いに戦わせています。スポーツのイベントで腕力と腕力が戦うのを見る代わりに、この時代の人たちは知的な戦いを目,的目撃するのが好きでした。話の第1ラウンドは終わりました。友人3人全員が語り、呼ぶは一人一人に答えました。さて、15章から話の第2ラウンドが始まります。もし野球の話をしているのなら、第2イニング、バスケットかフットボールなら、セカンドハーフです。エリファズが 唯神論者または行神術の信者であることを思い出してください彼は夢と幻を見ました彼はひぼな経験をしたのだから他の人たちが自分に耳を語るべき傾けるべきだと感じています私たちが今現在聞く証にはあまり価値がありませんなぜなら人々は真理を経験に頼らせるからです まず最初に私たちは神様の御言葉である真理を持っていなくてはなりません。その後そこから経験が出てくるべきなのです。多くの経験は神様の御言葉と一致していません。私はいわゆるクリスチャンたちがした証を聞いてきました。彼らは偉大な経験をしたと言いますが、その経験よりも電話帳の方がよっぽど聖書的なのです。エリファズは自分の言葉を経験に基づかせます。彼のような人物を取り扱うのはとても大変なことなのです。 呼ぶ気15章1から3節。手ンジ人ンエルファズが答えていった。知恵のある者は虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、役に立たない論法で論じるだろうか。彼らはこの知的な侵略の中で本当に言葉を持って猛出しています。彼は言います。いや、はや、呼ぶよ。あなたは確かにおしゃべりだ。あなたはただ虚しいおしゃべりをしているだけだ。ここでもまた彼は呼ぶの助けになっていないのがわかります。 実際彼は予部を打ち倒して告白させようとして予部を攻撃しています。それは予部のように困難の中に人を扱うし方法ではありません。4から6節。ところがあなたは信仰をして神に祈ることをやめている。それはあなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。 エリファーズは、ヨブ自身が自分を非難しているのだと言います。ご覧の通り、エリファーズは本当にヨブを攻撃しています。七節。あなたは最初に生まれた人かあなたはお帰り先に生み出されたのかヨブよ。あなたはまるで何か知っているように話すじゃないかというわけです。八から九節。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのかあなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか再度彼は間違った前提から議論しています。彼は呼ぶがとても不利になるように仕向けようとしています。呼ぶには友人からの慰めは何一つありません。十節。私たちの中には白髪の者も,のも老いた者も,もいる。あなたの父よりもはるかに年上なのだ。エリファズはヨブに自分たちには彼よりも成熟しているというアドバンテージがあると言って自分と他の二人の友人たちを弁護しています。 彼は知恵は自分たちの側にあり、ヨブの側にはないと言います。それがここでの彼の議論です。14節、人がどうして清くあり得ようか女から生まれたものがどうして正しくあり得ようかすべての人間は罪人であるというのは本当ですが、エリファズと彼の友人たちはこのことを呼ぶがひどいとんでもない罪を犯し、彼はそれを公に持ち出して告白しなければならないという前提でこのことを言っているのです。 15節見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。彼が天について言っていることも真理です。主イエス・キリストが死なれた時、主は人類を贖うためだけに死なれたのではありませんでした。主の贖いのご計画の中では、新しい天と新しい地が来るはずなのです。何なら、主が私たちを贖われたからです。天も神様の目には清くないというのは本当のことです。16節 まして意味嫌うべき、穢れたもの、不正を水のように飲む人間はなおさらだ。これもまた本当です。もしも天が穢され、穢れていて、贖がないが必要なのだとしたら、人間にはどれほど贖がないが必要であることでしょう。これは真ではありますが、他の人類の誰にとっても適用できないように、予部と予部の状況には当てはまりません。20から21節悪者はまた、その一生の間もらえ、もたえ苦しむ。横暴なものにもある年数が蓄えられている。 その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。ここでもまた、呼ぶが邪悪で、彼らから何かを隠しているとほのめかしています。でもこの人たちは、現代の偽心理学を持ってはいなかったことを認めなければなりません。現代の偽心理学は、人間は本当には何の問題もない。人間はほんのいくつかの間違いをした。そして人間の罪はただ無知であることだけだ。でも、ほんのちょっと難航を塗りさえすれば、直せないことなど何一つもない。というのです。 このヨブの友人たちは私たち現代の人間よりももっと本当の概念を持っていました。現代の人間は人間は優越した生き物である。なぜなら人間は進化の産物であって作り主に対して責任がないからと教えるのです。この人たちはヨブの問題に対して答えを持ってはいませんでしたが、彼らが言った多くのことは全く本当だったのです。エリファーズは慰めるものである代わりに議論するものです。彼は何一つ新しいことを加えてはおらず。古い 同じ古いレコードを繰り返してかけているだけです彼の最初のスピーチの後彼は何も新しい情報は持っていないのです